1987年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第39回大会である。83から86年までの WGP はヨーロッパを舞台に行われていたが、開幕戦は日本 GP が20年ぶりに鈴鹿サーキットで開催されたことに加え、ブラジルとアルゼンチンでも GP が開催されて、明日ともに世界選手権となった年である。 また、ポルトガルの競技団体が、ハラマのオーガナイザーに主催権を譲渡したため、ポルトガル GP は、スペインのハラマサーキットで行われた。安全上の理由によりそれまでの押しがけスタートから、クラッチスタートに変更になった最初の年でもある。80cc クラスを1989年以降、廃止し、 125cc クラスを単気筒エンジンのマシンに制限することも発表された。最高峰の 500cc では、前年度ランキング2位のワインガードナーが、従来のアグレッシブさに加え前線でポイントを上げる、安定感も発揮して、シーズンを通し、タイトル争いをリードし、オーストラリア人として、初めての 500cc ワールドチャンピオンとなった。 前年度王者のエディローソンは5勝を挙げたにもかかわらず、中盤までの取りこぼしが響きランキング3位に終わった。雨の開幕戦を制したランディマモラは、久しぶりにタイトル争いに割って入り、3勝を挙げて、ランキング2位となった。また、平忠彦と八代俊二の2人の日本人ライダーが、フル参戦を果たし、それぞれランキング6位と9位という成績を収めた。 250cc では、ベネズエラの前年度王者、カルロス・ラバードが、シーズン前のクラッシュによる怪我などの影響のため振るわず、その他のヤマハ勢も総じて安定した、速さを見せることはできず、代わって、大量投入された、ホンダワークス NSR 勢によって、タイトルが争われた。そのうちの一人であるベテランのドイツ人、ライダー・アントン・マンクが、他の四台のホンダワークスを抑えて五回目の、 チャンピオンを獲得した。また、ロリス・レジアーニがかるアプリリアのマシンが3リの GP で優勝し、250cc クラスで優勝争いができる新たなメーカーとして名乗りを上げた。125cc クラスでは、ガレリのファウスト・グレシーニが全11戦中10勝を上げたが、最終戦の腹までクラッシュし、シーズン全勝を達成することはできなかった。 80cc クラスは、スペインのホルヘ・マルチネスが2年連続でタイトルを獲得した。ありがとうございます。